はい、皆さんこんにちは、マネリングリュウジです。では今回は発想バイヤー法第一次世界大戦元日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回までにカナダ、そしてあとですね、インドからイギリスを追い落としてシンガポールも奪取したというところまでお届けしてきました。今回はですね、アメリカを屈服させていよいよイギリスに対してですね、本格的な攻撃を仕掛けていきたいなというふうに思っています。で、師団の再編と海軍の、再配置は完了しています。海軍は主にですね、太平洋から大西洋へと艦隊を、移しています。で、アメリカ大陸からですね、イギリスに強襲上陸をするための制海権の確保を最優先に獲得していこうという算段です。で、アメリカのですね、まあ、残りの国力というか、まあ、軍事力をちょっと見ておくとですね、もうここまですり減らしてきてます。で、イギリスはまだね、これだけの力があるというところと、あとフランスもね、陸軍の師団数が多いって、まだまだ予断は許さないという状況です。では、時間を進めていきます。まあ、アメリカはね、もう屈服させるのは時間の問題かなと思うんで、あとはいかにイギリスをね、手際よく倒すかというところになってくるかなと思ってます。イギリスに対してはね、まあ、確実に勝利をするためにですね、しっかりと師団を送っていきたいんですが、ちょっとここ穴が開いちゃってるね。ここに師団を送り込まないといけないかな。ちょっと間に合わないかもしれないな。どうしようかな。ちょっと悩ましいですね。この穴がね、広がると、まあ、ろくでもないことが起きるので、早めに穴は潰しておきたいので、そうだな、この師団。この師団の足をちょっと広げましょう。数が足りてないのが心配かな。まあ、先にね、うん、アメリカが降伏してくれたね。じゃあアメリカの降伏を受け入れましょう。はい。で、掃討に移ります。残りの、アメリカ軍側の部隊の掃討に移っていきます。まあ、ここは、一個一個ちょっと面倒ではありますが、確実に潰していきましょう。あとはイギリスだね、イギリス。ここを取れば、北米大陸は完了かな。あとメキシコが、ちょっとこの辺りでのさぼってるのが邪魔くさいな。一部の部隊をそしたら割きましょう。これを潰しておきます。では時間を進めていきましょう。野党メキシコもこのタイミングで、降伏したか。そしたら、これらの人たちも潰しておきます。壊滅させましょう。いよいよイギリスへの攻撃をね、かけていくというタイミングになりそうですね。ちょっとここで野党メキシコがイギリスの支援を受けて、ちょっと大きくなってきちゃってるのは
困りもんだな。さて、どうしたものか。一応この辺りに師団を置いておきたいかな。この総統戦もね、時間がかかると確かに、面倒ごとにはなるので、早めに潰しておきたいですよね。で、制圧が完了したら、イギリスへの攻略のための、部隊の、ね、移動も開始していきたいと思います。ちょっと画面をちょこちょこ動かしちゃってますが、まあ、こんな感じでね、潰しにかかりましょう。よし、そしたら、一部の部隊をですね、ニューファンドランドの方に上陸作戦、まずここを仕掛けていきましょうか。ここは、まあ、確実にというか、まあ、問題なくね、攻略の方はしてもらいたいので、正解権だけ確認していきます。おお、それなりだな。まあ、一国でね、敵国ここまで相手にしているっていうケースも、まあ、なかなかないんじゃないかなと思うのでね、しんどいですけど。あとメキシコ降伏した割にはなんか、まだまだ居座ってる感があるな。ここはしっかり潰しておこう。で、ここにもカナダがのさばっているということなので、しっかり潰しておきます。だ。微妙にカナダが邪魔くさいことになってる。これなんだよね、鬱陶しいのが。もういち早く、やっぱりね、潰してしまいたいけど。いやー、大西洋は硬いね、防御がやっぱり。となると、ごめんなさい。どうなんだろうな、レニングラードから、フランスに先に上陸するっていう手もありだよな。まあ、あの敵の艦隊がね、まだまだ健在しているイギリス、フランス相手に、まあ、どこまで時間をかけて、行くかということになるかなと思うんですけど、まあ、やっぱり、降っては湧いて出てくる敵の師団を潰していくのが、まあ、それなりに面倒ですよね。
さてさて、そしたら、海軍の編成、再配置を少し考えますか。まずはニューファンドランドを取りたいので、ここに艦隊を集結させましょうか。ニューファンドランドは集中的に艦隊を配備して、ここに制海権をまず確保するという任務から当たっていきます。で、ここだよね、面倒なのが。うわ、敵の手段それなりに増えてるよ。そうするとちょっと考えもんだな。今都会してきている部隊がいるはずなので、この部隊を一旦、ここに置いて一気に壊滅させましょう。ちょっと何か来る気配があるけど、一旦無視させてもらいます。まあ宅急便だと思いますけど。この辺りの制海権が取れないね。本当に敵の艦隊まだまだ健在という感じがこの辺りからもひしひしと伝わってくる。各部隊、到着しているので、カナダ西部の鎮圧は順調に一応進んでいそうでいいのかな。もう本当にキリがないからね、こやつらを叩いては湧いて出てくる。となるとやっぱりイギリスをさっさと叩いてしまって、この戦争を終わらせるっていうのがね、重要ですね。で、戦争を終わらせるためにというところなんですが、やっぱり先にここに強襲上陸をかけましょう。制海権がどうしても取れないので、主力第一艦隊を戻します。で、集中的にこの海域の制海権の獲得を目指していきましょう。どうもね、敵の艦隊と接触してる感じもあまりないんですよね、こうやって見ると。艦隊戦が起きている感じがあまりしないので、まあ、それもね、ちょっと戦い言いづらくなっている一因の一つなのかなという感じはしてますね。敵の艦隊もいるな。これイギリス軍の艦隊だね。結構ごつい艦隊生きてるもんね、こうやって見ると。これらイギリス軍の艦隊をまず潰していかないと、まあ、なかなか思ったような戦いに持っていけていないのかなっていう印象がここまでのところありますね。そしたらこの辺り一旦部隊をうまく
再配置して、しっかりと中流地域を守れるような、まあ、環境づくりが必要かもしれないですね。このモグラ叩き的にキリがないっていう状態になってるんで、このあたりもね、なんか生まれ出てるもんね、敵が。あんまりよろしくない状態なので、ちょっとここは部隊を再編して新しく駐屯する人たちをね、増やしたりとかっていう施策をちょっと考えましょうか。強襲上陸も受けてる場所がさ、多すぎてさ、ちょっといちいち見ていられないっていう状態になっちゃってるからね。はい。ちょっとそこの動きは裏でやります。で、今、可及的速やかに鎮圧したいのが、ここなんだよね。アメリカ大陸。ここがね、ちょっと邪魔くさいことになってるんで、壊滅させておきましょう。一旦壊滅させる。とにかく壊滅させる。ではちょっと一旦部隊の再編と中流の再編をやっちゃいましょう。はい。ではちょっと部隊の再編と中流地域の、まあ、変更というか改編というか、そのあたりをやりましたので、これでちょっと安定的にね、地域の、まずは、運営というのをやっていきたいと思います。で、それが済んだら、いよいよね、イギリスへの上陸作戦ということで、ちょっと順番をね、しっかり考えてやりたいと思います。並行してやるのがちょっと難しそうだったので、ちゃんとね、まずは、一帯の安定的、まあ、制圧というのを済ませてからですね、次の戦いへと向かっていこうという算段ですね。なので、上陸してきた敵部隊を確実に排除していくためにね、ちょっとこういう形の運用にしています。なので、ちょっと部隊が本当に全然正直足りていないかなというのはあります。全く足りていないって言ってもいいのかな。ちょっと数に本当に不安があるぐらい足りていないので、ここはこらえましょう。で、おそらくそうこうしてるうちにね、新しく師団がどんどん配備されてきたりすると思うので、それらの手段は惜しみなく、配置していくというのを考えています。一応しっかり統治ができているのを確認しながら、時間は使っていきましょう。お、強襲上陸する?これは。ああ、そういうわけじゃないね。正解権が取れてないからね。正解権が取れないとちょっと苦しいよね、やっぱり。うわ、
ここはイギリス軍の艦隊と本格的な合戦が始まってるな。まあ、こういうところで確実に勝っていくっていうのが重要なんでね。ちょっと細かい艦隊戦すべてを追っていくのは難しいんですけども、確実に敵の艦隊をすり減らしていきましょう。こういうところもね、敵の軍がね、続々とやってくるんで、つどつど潰していかなきゃいけないっていうのは結構煩わしいですからね。今、部隊の大移動が行われているので、この大移動が終われば、もうちょっと安定的にね、統治ができるんじゃないかなとは思います。海岸を一度守ってしまえば、その後はね、もう、比較的安心して守り続けることができるんじゃないかなとは思うんで、まあ、ご覧の通り海岸線に部隊を並べているという状態ですね。海岸をしっかり守ろうと。もうこの、アメリカ大陸からアジア、インド、中国大陸、すべてをこう見ていかなきゃいけないっていうのはね、なかなか、ここまで大国っていうのはね、当然、古今東西、存在していないわけなんで、なかなかね、管理統括が難しいですね。さあ、あとはニューファンズランド。ここに艦隊を配備して、ここの制海権を取りたい。そういうことかな。ここにはそうだな、ジェット戦闘機配備して、制空権を先に取りますか。で、その上でね、まあ、味方の艦隊が活躍してくれる場というものを、用意していきましょう。あとはそうだな、爆撃機も用意しておきましょう。これで敵の艦隊を潰す。制海権が取れるのも時間の問題だと思うので、あとはこの音が聞こえてきたら敵の強襲上陸の可能性があるので、しっかりとパトロールをしましょう。このパトロールがね、煩わしいことこの上ないんですが、このパトロールをおろそかにすると、大惨事になるので、パトロールはしっかりやります。ただ今、余剰戦力が全くなくてですね、まあ、敵の、まあ、イギリスですね、主に。に上陸する戦力が10手段しかないので、この10手段がね、数的にはちょっと心もとないかなという思いはあります。さらに師団を、海軍の戦力を増強しましょう。なかなか思ってるような制海権のダッシュが現状できていないというのがあるので、ここは集中的に艦隊を配備して、制海権を一気に安定確保していきます。フランス軍、イギリス軍、いずれにしてもまだ敵の艦隊とね、これぞという大海戦が行われていないので、まあその、壊滅的なダメージをね、まあ、受けている、ここで受けていた、イギリス海峡の戦い、まあジブラルタル海峡で、これは何？味方の空母5隻一挙に失った形？おぉ、しんどいな。
母艦空母一挙に5隻喪失か。これは痛いな、痛すぎるな。空母5隻を一挙に喪失したことって未だかつてないんじゃないか。ここからは消耗戦だな。ちょっと艦隊急いで、さらに追加でどんどん用意していきましょう。本当にね、恐ろしい。いや、もう至る所で強襲上陸受けてるからな。これの一つ一つ全部を目視確認していくのはちょっといくら目があっても足りないな。いや、こう見たくない。これも消そう。まさかの悟空母一挙喪失はダメージが精神的にでかすぎる。あ、上陸受けてるな敵の。あ、これは壊滅できるでしょう。まあ、こういうのを繰り返していって、まあ、確実に敵のね、戦力を削いでいくっていうのも一つだとは思うので、まずはちょっとそういう形をね、念頭に入れていきましょう。はい。ではちょっと今回アメリカを屈服させたと思うような戦線の、まあ、あの拡大というかね、戦局をいい具合に主導できていない部分はあるんですが、今回はじゃあ一旦これを、このあたりに続けていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。